こんにちは、リコルです。ということでね、長かった。何が長かったっていうと、いやもう俺のね、慣れなさすぎ、まあこれ動画1本目だからそうなのかもしれないけど、 iPhone で撮るのもう結構難しいね。機材一つで済むって言っても結構難しくて、さっきね結構ねハイテンションで撮ったんですよ。ハイテンションで撮ったんだけど全部バーになっちゃった。なんでかっていうと、このゲーム音が結構ね、調節できなくて、ゲーム音とその今の俺の声が一緒になってこう撮るようにしちゃったんだよね。だからそしたらこう声、自分の声の方がゲーム音にかき消されちゃって、もっと大きな声で俺がね喋ればいいんだろうけどかき消されちゃってちょっとダメになっちゃったんで、もう一回撮り直してます。ということで、ちょっとね頑張っていきたい。もう一回エピソードある、そっちはねもう次話します。ということでね、多分俺しか使ってない自作っていうか、まあなんかこうレベル高いのを集めましたみたいなデッキでやっていきたいかなというふうに思うんだけど、そう、特にコンセプトとかなくて、とりあえずレベル高いやつでいきましょうっていう。で、今こういねペッカはね、こうカードレベルのブーストが来てるから、もうこれを使わない手はないと。これもさっき言ったんだけどね、実はさっき言ってるんだけどまあもう一回言いましょう。で、まあ見てもらったら分かる通り、ナイトとね、ボールブレーカーぐらいしかこうレベルカウントしてるやついなくて、この2つだったら、まあボールブレーカー、高回転ボールブレーカーとかがねこう思い浮かぶと思うんだけど、まあテスラ型とかでもいいのかもしれないけどね、ディガーがレベル11だし、ちょっとまあこれぐらい、これを使うんだったらいいのかなって。こっちの方が自作でちょっと変竹林だけど、で対空3枚にして、空にちょっと厚くって言っても、まあ火力のカードはあんまいないんだけどね。まあここら辺でファイボ爆発しながら、まあアイスウィズでもファイボ爆発になるし、まあレベル12だからね、全部ファイボで死んじゃうんだけどまあなんだけどいいのと、あとはまあこのエレキ、このエレキ、多分ここ本当はエレキの枠なんだろうけどね、なんだけどエレキ、やっぱあいつはねちょっとダメなんですよ。なんでダメかって、下方、いや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 、あいつは1体しかいない、ザッピは3体いる。いや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 、そういうことじゃないですよ。レベルが足んない、これがきついんだ。これがこいつはまだね、修行が足りんす。修行が滝で影分身してどんどん修行してきてくださいということで、あいつはでも封筒か、あいつとか言っちゃダメだね、封筒、いやまあ封筒ではないけど、まあということで、まあここはザッピーでもなんとか代用可能かなっていう。あともう一個ね、ペッカザッピーの形がまあ遅延っていうかザップ効果かけられて強いのと、まあこんなペチャクチャ話して言ってた方がいいかまあもう一個ね、アイスイーズがね遅延効果かけられて、まあなんか割とどれにも万能に立ち回れるのかなっていうことで、まあバルキリーはおまけですかね。まあ言うて範囲とペッカー合わせられたら結構強いかなっていうところですかね。でまあカウントしないんでね、まあクラロワの実況者っていうと、なんか結構やっぱりこう上手い人、まあ、戦略ゲー言ったら戦略系じゃないですか。だからこう上手い人がね、こうどん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 やっぱ YouTube に上げて、こうなんだろうな、こう活躍されているというか、そのスキルには何もできないですね。まあバルキリーで回収してくれるか。そう、活躍されてるじゃないですか、プロリーグとか。まあもちろんね、いろいろなところで活躍されてて、まあこうなんだろうな、この中途半端なレベルの中途半端なこうタワーレベルもそうだし、あと中途半端な PS というか、まああんまりないと思ってるんですけど、そんなやつがねいきなりこう、これさ、これいいや、武器動したかったけどな、なんとかできるか、いやなんていいな、そう、いやお前なんかねえよっていうあるかもしれないけど、これはスケブが来るんでバルキリーつけとけばなんとかなるっしょ。まあ、ちょっとやりたいんでやらせてくださいやりたいんで、まあ、しかもこのトルタイのこういう感じのレベルの逆にいないんじゃないかなっていう、逆にね、逆にというこのパワーワードを使っていく、いやーそう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 、なんであれなんですけど、なるほどなるほどなるほど、いやーこれあれだな、結構ハンターもいて、これはタギラハンターに変わるんで、なんとかいけるかい？いてててててて、いやーこのね、格上が結構辛いね、俺としては。いて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 、ザッピーもうちょい働いてほしい。そう、なんかこの前、
カードブースト入り、俺カードブースト代わりになっちゃう、まあこれ多分このトロタイっていうかそのカーストしてない勢からしたら結構あのあ分かるみたいな感じになるかもしれないんだけど、そのカーストしてない身としてはさ、やっぱりこのカードレベルブーストのがさ結構大事じゃん。何がカードレベルブーストになるのかっていう、そこのところちょっとすごい大事だからさ、あの今季何が来るんだろうみたいな期待してるとさ、あのわっ、エリゴレスかみたいなあ、そういう感じで運営さみたいな、超エリゴレ、あ、やべ、ミスった、あ、そっか、さっき今使っちゃったのか、やべ、これやっちまった、そういう感じねみたいな。だからさ、その時エリゴレ使ってたんだけどさ、いや、まあまあ強いっちゃ強いけどみたいな、ちょっとなんかもう負けたらめちゃめちゃ煽られるしみたいな、もう宿命かもしれないけどね。そうなんで、いや今回まだねペッカだから良かった。しかもまあでも今季ちょっとね、そう何が、あ、今グローバル大会来てるじゃないですか、何がこう流行ってるっていうか、まあ見たところメガナイトライフとかが流行ってたんですけど、あのどうすかリーク、これ止められないんじゃないと、大丈夫いけるんじゃないこれ、いや、オッケーオッケー。そう、こんな感じで結構ね、あの防衛からどんどん入っていってっていう、まあホークとかも多いしね、あの結構こんな感じでいけるんじゃないかなっていうところはありますそう、まあ何も参考にはなんないと思うけどね。まあでもそうそう、なんかいろいろこう無課金っていうか、まあこのタワースキンの時だけ課金しちゃったんですけど、あの610円はたいて、まあそうそうそう、ちょっとね試行錯誤していきながらやっていきたいかなっていう気がします。いやー、さっきの、さっき俺収録しだって言ったじゃん、そん時も当たったの26、違うか29か、いや違う 3.0 か。いやー、これさー、これがめちゃめちゃきちいんだ。でも今回結構攻めっけ、さっきの人はねもう最初から俺のデッキを見抜いて、こうなんだろうな、もう全然攻めてこないタイプだったんですよ。あのもうガイモでさ、もう俺さ見てもらったら分かるんだけど、トルネットザップだからさ、いやこれザップ打てばよかったから、いていてこのダメージいてえな、まあちょっと耐えるしかないな。そうトルネットザップだからもうあのマジャーチョで射抜くぐらいしかできないんだよね。もううまいこと守られちゃって、高回転で回されて、そうだからなんとか今回は射抜きを狙っていきたいところではあるよね。これねきついな、しかもファイブ打たれちゃうしね、アイスイズとかに安易にこっち側に出しちゃうといい感じに削られちゃうから、ああいうのもね結構俺射抜いていいと思うんですよね。これワンチャン来るな、ここ。あー間に合う、これ、いや間に合わなそう、これは低めで受けるしかない。いやこれ危ないぞここ、やばい、俺のマジアチョが一気にやっちまった、これやべえ。ザップで変えるしかない、いてーよー、おい、いやーローリングってからのスケか、いやアーチャーか、これ一発ノー入るんじゃない、あーでかい、まだ入る多分、オッケーオッケー、まあーいいダメージ入ったんじゃない、まあまあまあいいでしょう、結構攻めっけたっぷりですね今回の相手、そっちのがまだあれだな、戦える、俺は、俺としては。これは遠目からマジアチョで射抜きつつかな、削って削ってファイブ来るか、ここは来ないか、なるほど、これさワンチャン11だとやばい、これ、いやーこういうところで怖いよねあのレベル11のこうあれが出てきちゃうよね、怖さが。まあこれ高めからラム置いて、あ、いや削ってくるね相手も。これさどうしよう、こっち側にバルキリーだな、でまあ、こっちに攻めクロス置いてくると思うんだけどな、俺は来ないかな、ですよね、ザップあるんでここ多分スケが来ると思うんですけど、やーい、でこれは相手あっちはあんまり構わないでこっち側に攻める、あーそっち行っちゃうの絡む、いやしかも止め、やばい、これちょっとやばいな、あ、やばい、やばいやばいやばい、痛い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 、一発、早く早く、でかい、でかくない、痛い、あははは、いやーちょっとミスったな今ミスったなかー、ちょっとミスったね、いやそうなんだよね、ちょっとね
まあ普通にペッカ工場とか使っててもさ、29とか 3.0 クロスはきついっていう、あーなんかそのそういうのがあるじゃないですか、相性的に。だからね、なんとかしてこう行きたいところではあるんだけど、いやこれやばい、反応遅れたけど、いやザップでよかったか普通に。さあ、あと枯渇系にもちょっときつそうではあるよね、ラムにロケットとか撃たれたら。あーでも今回ロケット入ってないパターンっぽいっすね。これは高めからアイシールドちょっと出して、なんとかタゲ取れればって感じ。あ、オッケーオッケーオッケー、スキアからタゲ行ってたのは優秀っすね、タワーが。あ、そうで、もう一個話聞いたじゃないですか、エピソード。俺ちょっと張り切っただけよ、その最初やっぱさ、最初ってどんな動画出そうかなみたいな張り切るじゃんか、張り切る張り切るじゃんかって言っては、あ、張り切んないかもしれないんだけど、そう俺は張り切ったわけですよ、やっぱり筋肉動したいな。張り切っちゃったわけですよ、張り切って、なんかこう企画、こういい感じの企画をね、こう、いやこれさ、ワンチャンないと意味かねえかな。では、いやこれ強要良くなかったか、こうでもスキブがいると思うんだよな俺、それかティスラ、いやスキブっぽいこれ、いやそっちか。まあこれはザップでペニス処理してインフェか、スキブでもいそうだよな、これさらにスキブの気がするな。そうで、結構なんかね、こうちょっと企画考えてて、なんかこうあんまりみんながやったことないような、というか見たことないような、 YouTube とかで見たことないような企画をこうやろうかなって考えて、収録時間ももう結構長かったわけよ。いやこれバルキリー出せばよかった1時間1時間ぐらい撮って、いやーと思って、いやーなんか撮ったなーみたいな感じで、よしよしみたいな、いやーちょっと頑張って間違えた、いやー無理か、いやせめてそいつはやってお願いします。これラム騎士は絶対そうだよね、来るよね。そうで頑張ったわけよそしたらなんとよ、iPhone で撮ってたわけ、 iPhone で、iPhone のストレージがいっぱいですよって16分ぐらいの動画になって、でさらにさ、その時も俺はさ、普通にさっきみたいに iPhone だけで撮ってたから、いやこれは結構いい感じの撮り目したんじゃないかと言いたいが、さあただここを、おっと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 、やべ、ナイトモードにしておくな、それ散ったな、これ橋前行くと来ないか、これは我慢して、ここでザップ、危ない、ギリギリ、ちょっと危なかったよ今。これザップ、やばい、あれが来る、あーなるほど、いやただこれ角度がいいのでは俺の、いやーやべえ、あいつやべえ、ナイトが来る、オーケーオーケー、いやただこれもきつそうだぞやばいやばいやばい、ちょっと待ってよ、これ絶対飛んでくるよね、そうだよね、あ、バルルは飛ばしてこない、まず絶対来ると思ったんだけどな、いやーあれやべえな、まあ、ここは耐えれる、そうなのに声も入ってなくて、ちょっとごめんなさい話があれして声もさ、入ってなくていい感じにうまく取れなくてさ、いやもうさ、その1時間ぐらいのやつ全部なくなったっていう、もう最悪だよ、もうだからさ、一気におーマジかーみたいな感じになっちゃって、そうやっとね、こうなんとか気を持ち直して今励んでいるわけなんです。いやでもその企画もさ、普通にボスにやりたくないというか、こうなんかの機会があったらというか、やりたいね普通に。いやこれ耐えられて終わるかな、いや行け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 、頑張れ耐えろ、うわーノーダメージ、なんとか、なんかスキル、いやーそれか、うわー厳しいもんがあるぜこれ、
ああ、グッドゲーム。くっそー、そっか、枯渇もちょっときついね。ラストにしていっていいっすか。いや、ちょっと3戦で終わろうかなと思ってたんだけど、ちょっとこれじゃ終われないね。対戦やるな、対戦。俺ちょっとあれだったね、廃校でしたね、廃校。ちょっとちょっと、いやー、よろしくお願いしますと。なるほど、これはあー、マッセージちょっと迷ってたね。いや、そりゃそうだよね、そこに来るよね。甘えた位置に来るリガーがあるんですよ。たまにこのキングルとかに来るときあるからさ。いや、もうその場合はもうめちゃめちゃにトルネしてあげようと思ったんだけど、いや、封筒使ってあげようかなと思ったんですけどね、ちょっと封筒ならずと。いやー、そうナルトさ、俺さ、前巻っていうか、漫画持ってないし、アニメで、幼少期の少年編とかをさ、見てないぜっていうかさ、あれなんだけどさ、いや、それでも普通に楽しめたね。なんかめちゃめちゃ面白いね、やっぱ。ああいう、やっぱりこう、伝説の、あ、そう、進撃の巨人が完結したよね。俺さ、進撃巨人めっちゃ好きで、めっちゃ好きでっていうか、最初の頃、超大型巨人が、怖すぎてトラウマで寝れなかったっていう覚えがあるんだけど、ちなみにそれ中学生の頃ね。いや、やりすぎたんじゃないって。これファイボとかあったら最悪だけど。ロケットかないか、なさそう。オッケーオッケー、これ1本俺たちと。うおーい、だけどこれラムがまあまあ入るんでは。まあまあ、カウンターもラムのおかげでないし、あ、それはいいけど、これあれだな、からのトレンドリー、あー、ダメや、アイスイズで、なんか、ゲット。あ、オッケー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 。いって、いやー、そう、完結、そう、完結したよね。あれ、すごい好きで、俺、漫画全巻買ってるんだけどさ、だから単行本で読んでるから、まだその結末、いろいろ知らないんだけど、楽しみだね、読むのが。すごい楽しみ。単行本が出てから読むのがめちゃめちゃ楽しみですね。どうなるんだろうな。いや、いろいろさ、こう、ナルトもそうだけどさ、こう、有名だったというかさ、こう、なんだろうな、こう、みんなに、大型のというかさ、どんどん完結していくのはちょっと悲しいよね、少しね。これ、バルキリー、ちょっと待って、バルキリーからの、ギャップで、筋肉度も知るし、こっち抑えられる。ウェイ、これはザッピーで押さえてからの、いや、これいいんじゃない、ここ。いや、ここめっちゃいい気がする。いや、ザップも使ってくれたっしょ。逆もめっちゃ入るし、ここペッカつけて、うわ、しかもそっちに出すんだ。これあれだな、高めから間違えたらな。あー、なるほどね。そしたらこれ、こっちに突き抜けてそう。そうだよね。いや、ちょっとやりすぎか、俺。これやりすぎかもしれないですね。なんとか耐えろ。なんとか耐えろ。あ、オッケー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 。あははまあまあいいけど。で、ここなんならここつけちゃおう。とりあえず何言ってなんだろう。ちょっとごめんなさい。傷が把握とかできないんでね。そういう専門的なことは他のセラロは YouTuber の方にお任せしてるんですけど。なんとか折れた。来た。オッケー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 。いいんじゃないこれ。ギリギリ守った。オッケー。来ました来ました。グッドゲーム。よし。ということでね、今日はね、ここら辺でね、終わりたいと思います。